さて、そんなお話をしているところで、マンボルトペンギンたち、あっという間に足を食べ終わってしまったので、続いては扉を開けていきたいと思います。次はペンギンたちの泳いでいる姿にご注目ください。陸の上ではゆっくりとした動きのペンギンたちですが、水の中ではこんな風に素早い動きを見せてくれます。ペンギンたちの丸々とした体の形、そして短い足や小さな翼はとても可愛らしく見えますが、このすべて水の中を早く泳ぎ回るためにとても大切なものなんです。ペンギンたちの出っ張りのない丸い体、そして後ろの方にまっすぐ伸ばした短い足は水の抵抗を少なくするため、そして小さな翼、こちらはですね、水の中で力強く羽ばたきやすくするため、こんな風にペンギンたちは鳥の仲間ですが、空を飛ぶ鳥たちと比べると随分と変わった体の形をしています。さて、今ちょうど私の目の前にやってきているペンギンたちの方が気になっている方もたくさんいるかと思いますが、ちょうど私の目の前にやってきているこの3羽のペンギンたちはもう20歳以上になるおじいちゃんペンギン、そしておばあちゃんペンギンたちです。このプールの中に入ってもなかなかキビナゴを取ることができないのを知っています。そこでこんな風にここにやってきてキビナゴをつまみ食いしているというわけなんです。そしてちょうどこちら3羽の中ですね、今バケツの中に頭を突っ込んでいたペンギン、こちらが今この中で一番年寄りの25歳のペンギンです。このおじいちゃんペンギンは毎日ですね、この魚の中に入った薬をあげないと健康に過ごすことができません。ここでですね、この薬を入った魚をこのペンギンには毎日こんな風にあげています。さて、こちら用意してきたキビナゴ、残り少なくなってきてしまったんです。